マリサ、今まで白亜紀からカンブリア紀までいろいろな地質時代の勉強をしてきたじゃない？ああ、そうだな。そこで聞きたいんだけど、白亜紀の後の時代ってどんな時代だったのかしら？お、いい質問だな。じゃあ今回は白亜紀の後の時代である、新生代について解説していこう。それはありがたいわね。よろしく頼むわ。新生代は、現生代の大きな区分の一つで、中生代の後の時代だな。白亜紀の後の約6600万年前から現代までに相当するぜ。地上では恐竜や翼竜などが、海中ではアンモナイトや首長竜などが絶滅し、現代に至るまで哺乳類が繁栄しているんだ。恐竜たちの絶滅した後から現在までのことを言うのね。その通りだ。人類の祖先が出現し、人類が大きく発展を遂げた時代でもあるんだ。いよいよ人類の登場ね。でも、こうして見ると人類の歴史って地球の歴史に比べるとまだまだ短いって思うわ。それは当たり前だぜ。地球の歴史と比べたら、人間どころか生物の歴史すら、大した長さにならないからな。確かにその通りね。新生代は大きく分けて、古代3期、新代3期、第4期に分けられ、さらにそこから感新生や後新生などの7つの生に分けられるんだぜ。相変わらず、時代の区分は細かいわね。ちなみに感新生などから、さらに24の期に分けられるぞ。24? これはとても覚えきれないわ。そこまで細かく覚える必要はないから心配しなくていいぜ。簡単に新生代を説明するとこんな感じだな。新生代はいよいよ私たち人類が登場した時代なのよね。その通りだ。地球の歴史上で考えれば新しい時代だから、様々な生物が見つかっており、有名な種がとても多いぜ。どんな種類の生物がいるのかとっても気になるわね。ぜひ紹介してほしいわ。ああ、いろんな生物を紹介していくから楽しみにしてくれ。他にも新生代の地理や気候について説明してくぜ。よろしくお願いするわね。新生代では、初期には大きくてもネズミ程度の大きさだった哺乳類も、大型爬虫類の数が少なくなった地上でだんだんと大型化していったぜ。それまでは地上の隅で暮らしていた哺乳類もいよいよ頭角を現してきたんだわ。まず、新生代の一番古い時代である古代3期の生物から見ていこう。古代3期では現在に見られる哺乳類の多様化が始まり、様々な種が現れたんだ。じゃあ恐竜たちが絶滅した後すぐに哺乳類は発展を始めたのね。ああ、そういうことだ。もちろん、他の生物も様々な種がいたんだぜ。一体どんな種がいたのかしら？ミヤキスは最も初期の食肉類で、猫や犬などの共通祖先と言われているぜ。現在の食肉類に比べ、体の割に脳は小さく、運動能力はあまりなかったが、当時としては俊敏なハンターだったと考えられているんだ。へえ、じゃあこのミヤキスが今いる犬や猫のご先祖様なのね。そういうことだな。エウスミルスは、象ほどの大きさの原始的な犬歯猫の一種だ。犬歯は獲物を突き刺すのに適しており、大型の草食動物の腹や足を切り裂いて、獲物が弱るのを待つという、狩りの方法をしていたんだぜ。すでに今生きている現世の生物とかなり似通った姿をしているわね。パラケラテリウムは、陸上哺乳動物では史上最大の大きさでサイの仲間なんだ。頭胴長は8メートル、肩の高さ5メートルになり、さらに長い首を伸ばした頭の高さは 7.5 メートルにもなったんだぜ。かなりの大きさね。今の時代で首が長い動物といえば、キリンが最初に思い浮かぶわ。お、なかなかいい目の付けどころだな。パラケラテリウムはその体型を生かして、キリンのように高い木の葉をむしり取って食べたと考えられているんだ。おお、私ってすごいかも。霊夢にしてはやるじゃないか。素直に褒められないのかしら？まあいいわ。どんどん行きましょう。ジャンクソサウルスは、恐竜が絶滅した白亜紀末の生物大量絶滅を乗り越え、新生代の第3期中期まで生き続けた珍しい爬虫類だな。ワニに似ているがワニではなく、川などの淡水で魚などを捕食していたんだぜ。どこからどう見てもワニだけど、ワニじゃないのね。不思議だわ。ヒラコテリウムは最古の馬で、北米大陸からユーラシア大陸と広く分布していたんだぜ。ヒラコテリウムから様々な種に進化を遂げ、現在の馬につながっているんだ。ああ、馬の進化については前に解説してくれたわよね。指の変化が面白かったわ。よく覚えていたな。みんなもぜひチェックしてみてくれ。ウィンタテリウムはサイのような哺乳類で、初期に現れた大型哺乳類の一つだぜ。水辺に住み、柔らかい植物を食べていたみたいだな。今のサイの姿とあまり変わらないわね。オステオドントルニスは翼の長い海鳥でペリカンの仲間だが、生態はアホウドリに似ているんだぜ。翼を広げた姿は6メートルにもなり、くちばしには歯のような突起を持っていたんだ。うわぁ、かなり凶暴そうな鳥ね。こんな鳥が現代にいたら怖すぎるわ。ギガントフィスは、全長12メートルにもなる巨大な蛇だぜ。
約5500万年前から約3800万年前の北アメリカに生息していたんだ。12メートル?でかすぎて想像がつかないわね。驚くのはまだ早いぞ。北のボアは、6000万年前に現在よりもあったかいアマゾンで生息していた水生の大蛇で、史上最大の蛇と言われており、当時では最大の脊椎動物とも言われているんだ。どれくらいの大きさだったの?その大きさはギガントフィスを超える13メートルにもなり、重さは1トンを超えていたとも言われているぞ。ひえー、昔の地球にはとんでもない大きさの蛇が住んでいたのね。ナンバルーは現在のカンガルーの直径の祖先が現れる前に絶滅した。バルバロー赤と呼ばれるカンガルーの仲間だ。小型犬ほどの大きさで、大きくたくましい前足を持っていたんだぜ。柔軟な足から木を登る能力があったと言われ、森林でキノコや木の実を食べていたらしいな。カンガルーもこの頃から祖先がいたのね。バシロサウルスは全長25メートルにもなるクジラの仲間だ。しかし、その食性は現世の多くのクジラとは異なり肉食性で、当時の海を支配していたと考えられているんだぜ。バシロサウルスは私でも知っているわ、とってもかっこいいわよね。確かにロマンいっぱいの生き物だよな。ただ、現在の海にいたらと思うと恐ろしいぜ。確かにそれはそうだわ。パキディプテスはペンギンの一種で、現世の最大種である皇帝ペンギンを上回る大型のペンギンだ。その大きさは 1.4 から 1.6 メートルにもなるんだぜ。小さい大人くらいの大きさがあるのね。それは確かに大きいわ。ちなみに皇帝ペンギンの大きさは、最大で 1.3 メートル程度だな。そう言われると皇帝ペンギンも結構大きいわね。ここまでの生物が主に古代3期に登場した生物たちだな。すでにもう現世種に似た種がかなり登場したって印象だわ。続く新第3期では哺乳類のほぼ全てのグループが出現し、現代よりもその種の数や個体数は多かったと考えられているんだ。なるほど。哺乳類の楽園だったってことね。ああ、そういうことだな。マカイロブスは1500万年前から200万年前のユーラシア、アフリカ、北アメリカの、広範囲に生息した初期のサーベルタイガーの一種だぜ。初期だからか、他のサーベルタイガーに比べるとまだ牙が短いのね。エナリアークトスはアシカやアザラシなどの棄却類の仲間で、知られる限りでは最古の種だな。へぇ、アシカやアザラシってそんな昔からいたのか。シシウマオは熱帯林に生息していたジャイアントパンダの祖先と言われているぜ。パンダのように竹などを食べる植物食動物でなく、肉食動物だったんだ。パンダなのに肉食なの?見た目とのギャップがすごいわね。パレオトラグスは知られる限りでは、最古のキリンの仲間だな。ただしキリンのように首は長くなく、現世のオカピによく似た動物だったんだ。確かにキリンって見た目ではないわ。ゴンフォテリウムは象の仲間で、日本の佐賀県でも化石が発見されている種だぜ。この象は日本にも生息していたのか。昔は日本にも野生の象がいたなんて意外だわ。キタニスは南米で最上位の捕食動物として肉食哺乳類と覇権を争った早鳥類の一種だぜ。大きな頭、鍵型に曲がったくちばし、強力な鍵爪がある長い足を持っていたんだ。こんな大きなくちばしで攻撃されたらひとたまりもないわよ。プルスサウルスは1000万年前のアマゾンに生息していた巨大なアリゲーターで、現代知られている史上最大級のワニだぜ。全長は12から20メートル、体重は20トンにも達したと言われているんだ。怖すぎるわ、こんなのもはや恐竜じゃない？スチュペンデミスは亀の仲間だ。淡水性の亀では史上最大で、甲羅の長さは 2.4 メートルにもなり、首を伸ばした全長は4メートルにもなったんだぜ。そんなに首を伸ばすと弱点になっちゃいそうだけど、レビアタンメルビレイはマッコウクジラの仲間で、巨大な顎に強靭な歯を持っていたんだ。ヒゲクジラなどを捕食し、食物連鎖の最上位に位置したと考えられているぞ。こんな恐ろしい生物が大昔の海にはいたのね。恐ろしいといえば、メガロドンは外せないな。現世のホウジロザメに似た種だが、全長は最大で13から15メートルにも達するんだ。メガロドンは私でも知っているわ。よく映画のモデルにもなっているわよね。その通りだな。メガロドンがいた頃は陸の哺乳類がクジラとして海に進出した頃で、器用に泳げない初期のクジラを襲って捕食していたと考えられるんだ。メガロドンとリビアタンメルビレイは互いに当時の海の頂点捕食者で、最強の座を争っていたと考えられているんだぜ。レビアタンとメガロドンが争う海なんて、絶対に近づきたくないわ。続く第4期は人類の時代であり、人類最古の種であるアルディピテクスや、アウストラロピテクスが現れたぞ。だが、人類の進化とともに、人類によって絶滅する種が後を絶たなくなってしまっているんだ。人類のせいで滅んじゃった種が今までたくさんいたのよね。本当に悲しいことだよな。じゃあ第4期の生物についても教えてくれるかしら?よし、任せてくれ。マンモスには多くの種がいたが、
ケナガマンモスは最も分布が広く、とても繁栄した種なんだぜ。50万年前から1万年前までヨーロッパ、シベリア、中国、北米に分布し、一部は日本にも生息していたんだ。マンモスって日本にもいたのね。インペリアルマンモスはケナガマンモスより大きく、全長は8メートルにもなる史上最大級の像だぜ。また温帯に生息していたため、体毛もあまりなく、細身の体型をしていたと考えられる。へえ、暖かいところに住んでいたマンモスがいたなんて意外だわ。象牙は左右両方とも4メートルを超える長さを誇り、著しく湾曲しているため、左右の象牙は交差するほどだったんだぜ。ものすごい象牙ね。かっこいいけど、生活していくには邪魔になりそうだわ。ニホンオオカミは日本国内に、エゾオオカミは北海道に生息した種で、人類の影響により1900年頃に絶滅してしまったんだぜ。ついに人類の影響で絶滅してしまった種が出てきたわね。残念だよな。エラスモテリウムは、体長5メートルにもなる象ほどの体格と、最大2メートルにもなる巨大な角を持ったサイの仲間だぜ。とても立派な角ね。何でも串刺しにできそうだわ。メガロケロスは、今まで知られている中では最大の角を持つ鹿の仲間だぜ。角の左右の長さは 3.5 メートルほど、重さは 40kg にもなったと言われ、この大きな角を支えるために肩から首までの筋肉が発達していたんだ。こんな大きな角があったら、首の筋肉も発達するわよ。バーバリライオンはライオンの亜種で、その中では最も大きな種だ。その体長は3メートルにもなり、とても立派な縦髪を持っていたんだぜ。ライオンの王様みたいでかっこいいわ。バーバリライオンはとても温厚な性格だったとされているが、古代ローマのコロッセオで見せ物として戦わされたり、見せ物にさせられるなど、人間に虐げられていたんだ。何それ？ひどすぎるわよ。1922年にモロッコの山脈で銃殺された個体を最後に、絶滅してしまったと言われていたんだが、後にモロッコで再発見され、今でも30頭程度が生息しているぞ。そうなのね、虐げられていたのはかわいそうだけど、生きていてくれてよかったわ。ドードーは飛ぶことのできない太った巨大な鳩の仲間で、敵のいないインド洋のモーリシャス諸島でのんびりと暮らしていた種なんだ。しかし、1507年にポルトガル人が島を発見し、警戒心のないドードーは、人間に簡単に捕まえられ、見せ物としてヨーロッパに大量に持ち込まれたらしいぜ。またここでも人間のせいでかわいそうな目に遭う動物が。また、人間により島へ持ち込まれた犬やネズミによって、ドードーの卵が食べられてしまい、発見から170年余りで絶滅してしまったんだ。たった170年なんて短すぎるわ。スミロドンはサーベルタイガーの代表種だぜ。上顎からは長さ24センチメートルにもなる発達した犬歯が生えており、その強靭な歯で獲物を刺すことができる非常に強力な顎と首の筋肉を持っていたんだ。この歯を使ってマンモスやバイソンなどの大きな哺乳類を獲物にしていたんだぜ。スミロドンはかなり有名よね。マカイロブスより牙も長くなってるわ。スミロドンについては過去動画で詳しく解説しているぜ。気になった人はぜひチェックしてくれ。私ももう一度見直してみるわ。メガテリウムは巨大なナマケモノでその最大体長は8メートルにもなったんだ。原生のナマケモノとは違い、地上で生活していたぜ。大昔にはこんな大きなナマケモノがいたのね。グリプトドンはアルマジロの祖先で背中に大きな一つの甲羅を持っていたんだ。古代の人々はこのグリプトドンの甲羅を重宝し、道具入れや戦う時の盾に使っていたため、狩り尽くされ絶滅したと言われているんだ。確かにかなり頑丈そうな甲羅ね。でも、グリプトドンも人間のせいで絶滅してしまってかわいそうだわ。そうだよな。人間のせいで絶滅してしまった種で有名なのは、ステラー海牛という種だぜ。どんな動物なの？ステラー海牛はジュゴンやマナティの仲間で、最大で9メートルにもなる巨大な生物だ。1741年に発見されたものの、人間に乱獲され1768年に絶滅してしまったんだ。たった27年で？あまりにも短すぎるわ。本当にそうだよな。当時の人たちも生活がかかっていたとはいえ、さすがに不憫だぜ。とまあ、ここまでが第4期の主な生物だな。いろんな種がいたけど、人間のせいで絶滅してしまった。かわいそうな生物たちがたくさんいたのね。それじゃあ最後に、新生代のチリや気候について紹介するぜ。これくらいの時代になると、かなり今のチリに近づいているんじゃない？確かにそうだな。だが、新生代の最初はまだまだ今のチリとは違っていたんだ。どんなチリだったの？古生代に存在した超大陸パンゲアが分裂し、新生代が始まったタイミングではオーストラリアと南極大陸が、一つの大陸として存在したんだ。へえ、もともとオーストラリアと南極って一つの大陸だったのね。そしてユーラシア、アフリカ、南アメリカ、北アメリカ、インドは、それぞれの大陸に分かれていたぜ。
今よりも細かく大陸が分かれていたんだわ。南アフリカから分かれて北上していたインド大陸は、約4000万年前に、アジア大陸に衝突し、ヒマラヤ山脈やチベット高原の形成が始まったんだ。なるほど。この頃から、ヒマラヤ山脈が作られ始めたのね。インド大陸はその後も北上を続け、アジア大陸の内部に約 2000km も突入したんだ。だから衝突地点のヒマラヤ山地やチベット高原は、その下に潜り込まれたインド大陸に押し上げられ隆起したというわけだな。へえ、そんな風に山脈ってできるのね。勉強になるわ。約3800万年前にはオーストラリア大陸と南極大陸が完全に分離し、約2000万年前には南アメリカ大陸と南極大陸も離れて、南極大陸が完全に海で囲まれたんだ。じゃあ2000万年前から南極大陸は完全に独立したってことね。そして、約350万年前に南北アメリカ大陸の間にパナマ地境ができて、大西洋と太平洋が分離され、だんだんと現在と同じ地形になっていったぜ。ふむふむ。今の地形になるまでいろいろなことがあったんだわ。続いては気候についてだな。新生代の気候は、温暖な気候であった白亜紀以降、徐々に気温が低くなっていき、約3400万年前には南極大陸に巨大な氷床が形成されたんだ。じゃあ、南極大陸は南アメリカ大陸と繋がっていた時から氷の大地だったのね。そういうことになるな。この時を境に、地球は新生代後期氷河時代に突入したんだぜ。ってことは今でも地球は氷河期なの？そうだぜ。今は氷河期の中でも比較的暖かい、寒氷期という時代だな。へえ、寒氷期って初めて聞いたわ。1200万年前には特に雨量の多いヒマラヤ山脈で激しい侵食が起こり、大量のカルシウム塩が海に供給されたんだぜ。このカルシウム塩が効果的に二酸化炭素を吸収したため、大気中の二酸化炭素量が史上最低のレベルまで低下したんだ。そうなるとどうなるの？二酸化炭素は温室効果ガスという地球を温める効果があるから、二酸化炭素が減ったことで地球の温度は下がっていったんだぜ。なるほど。だから今の地球では、地球温暖化対策で二酸化炭素削減が提唱されているわけね。そういうことだな。南極に氷床ができた後、約1200万年前からさらに寒冷化が進行し、約350万年前には北半球にも氷冠が形成されたんだが、これが現在の北極なんだぜ。へえ、北極の方が後にできたのか。ああ、ちなみに南極が大陸であるのに対し、北極は海の上に氷が浮かんでいるものを指すため大陸ではないぞ。え、そうだったの？てっきり北極も大陸だと思ってたわ。結構、勘違いしやすいところだからな。しっかり覚えておいてくれ。新生代では恐竜絶滅後に鳥類や哺乳類をはじめとしたいろいろな生物が出現したのね。ああ、その通りだ。そしていよいよ人類の祖先が誕生した時代でもあったんだな。でも、その人類によって絶滅してしまった生物もいっぱいいたのね。なんだか悲しいわ。今でも地球上ではいろいろな種の生物が絶滅の危機に瀕しており、中には人類の影響を受けている種がたくさんいるんだぜ。人類の発展も大事だけど、自然との共存も大事にしていくことがとっても大事よね。